エルの歌って知ってる？どうも、2020年、スイスで行われた世界音楽コンクール金賞をいただきました、ゆうきです。ピアニストというのは、表現者であり、音を奏で人にこう音楽を届ける、僕の音色で世界の人の心がですね潤ってくれればいいなと常々思ってるわけですけども、僕あんまりその曲書くときにこう楽譜とかこうでね音符でこう書くっていうのはあんまりやんないんですよ。まずこう頭の中に音が出てきて、そして奏でる、このようにどうも、怪人百面相、ゆうきでした。